皆さんこんにちは、道楽です。先日ですね、ワイパーさんのショッピングサイトをいろいろ見たり、また YouTube を見てたりしたらですね、いや懐かしいなと思うアイテムの紹介がされていたので、買おうかなどうかなってずっと迷ったんですが、ついに手を出しました。じゃあちょっとまあね、物をお見せしましょうかね。はい、こちらのアイテムです。ワイパーさん の YouTube のチャンネルをご覧になっている方であれば一度見たことあるんじゃないかなと思うんですけども、この、茶色い物体、よいしょ、何かと言いますと、はい、どこかにタグかなんかあるかな。あ、ここにありましたね。グループサポート、ブラウン X ラージって書いてますけれども、これ何かと言いますと、そうですね、今もうそろそろね、上映が終わっちゃう風な雰囲気になってきてますけれども、大ヒットしている映画トップガンマーヴェリック、それのオープニング、本当一番最初の冒頭の部分の映像を思い出していただければ、ああそういうことかというふうに分かるかと思うんですけれども、空母のね、飛行甲板の上で、作業をされている甲板員の人たちが着ているジャージというか、これジャージになるのかな、 T シャツというか、まあそういうものになりますね、シャツ、ハイネックのシャツになります。彼らは仕事のね、役割の大まかな分担によって色がこの分かれていまして、白と茶色と、青と緑と黄色と紫と赤かな、だから要は、7色、赤と黄緑青藍紫じゃないですけど虹色の7色プラス白ですよね、というふうな色のこのジャージと、あと、同じ色の数あるベストを着て、どういう役割をしているのかっていうのがありまして、要は環境とかからね、とか他の作業員がパッと見て、彼はどういう作業をやるための要員だっていうのが一目瞭然に分かるように色分けされたウェアを、まあ、着ているわけなんですけれども、その、ジャージですね、ジャージというかこれかな、ロンティーみたいな感じですかね、ちょっとヘビーウェイトのロング T シャツというふうに思っていただければと思います。で、実はあのシーンは36年前の初代のね、トップガン、トップガンマーヴェリックではなくて、トップガン、36年前のトップガンの冒頭のシーンも、ああいう空母の上での作業のこうシーンがこうずっとね、なんか夕日なのか朝日なのかのオレンジ色の光の中で、甲板員の人たちがこう黙々と作業をしていて、飛行機を発艦させる準備をしていて、で F14 のアフターバーナーがボーンとなったと同時に、ケニー・ロギンスのデンジャーゾーンがバーンとかかって、飛行機がカタパルトから射出されていくっていうところでスタートするんだったかと思うんですけども、あの時に、の甲板員の人たちが来ているあのシーンをオマージュした形で、マーベリックの、トップガンマーベリックの方でも同じような色合いの中で同じように、出てきたわけなんですが、その時に、甲板員の人たちが着ていたのがこちらのジャージです。で、映画はね、まだね、ビデオ化、ソフト化、パッケージ化されていないし、オンラインでのあれは見れないので、なかなか思い出せないかと思うんですけれども、36年前のトップガンは今はね、オンラインで見ることができますので、見比べて、ね、記憶のあるうちに見比べてもらいたいんですけども、実は36年前のジャージの方が、の着こなしっていうんですかね、甲板員の方たちの着こなしっていうのが、結構ね、体にピタッとフィットしてる、ピタピタ、まあ言ってしまえばチビティみたいにピタピタな着こなしをされてるんですよね。でそれに対して今の、甲板員の人たちは、風がこう吹いたりね、甲板の上で強風ですから吹いてるの状況を見ると、結構ねバタ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 
バタついてる着こなしていますかっていう感じなんですが、僕もねもう何十年も前の記憶になるので何とも言えないんですけども、ちょっとね、今この購入したものについてはサイズが大きいというか余裕を持って作られてるのかなっていう気がします。なぜそんなことを言ってるかと言いますと、実は、私、88年ぐらいだったかな、今から34年くらい前に、これに似たっていうか、要はこれの前のモデルですね、古いモデル、まあ、今もしそれ実物ちゃんと持ってればヴィンテージで、いろいろご紹介できたんだと思うんですけども、全部ね捨ててしまって、結構たくさん持ってたんですよ。白もあったし黄色も持ってたし、緑も持ってたし赤も持ってたし青も持ってたし、7色のうち5色ぐらい5、6色は持ってましたかね。で一部ユーズドなのかな、ステンシルなんかがピッとこうついてたりしたモデルもありました。88年、なぜ88年頃かというと、ちょうどその頃大学の3年生ぐらいだったかな、バイクを買いまして、で、皆さんに私のチャンネルで一番多く再生していただいているウィリス&ガイガーの A2 のねカスタムをした、ね、袖とか裾のニットを新しい、ね、ものに交換した動画っていうのを見ていただけているかと思うんですけども、あの A2 を買う1年前に、か1年半ぐらい前かな、1年前かなに、実は G1、を一番最初革ジャンとしてはフライトジャケットとしては買っていまして、今も覚えてますよ、クーパーっていうね、メーカーというかコンストラクターの、G1 ジャケットで、サイズは 42R、実は 42R が着れなくなってしまったんですけど社会人になってちょっと小銭が稼げるようになって、食いたもの食ってたらサイズをアップしてしまって、で G1 が着られなくなってしまって、で大きめに、A2 を買った、だから A2 は残ってるっていうのはあるんですが、その、まあ、G1 を買った際に中に着るものがね、それっぽいものがなかったので、こちらのね、このハイネックというかタートルネックのいわゆるイエローギャングの人たちが着ているジャージも合わせて買ったんですよね、でそれによく似た、よく似たと言いますか、それをまあ買ったなっていうのをトップガンマーヴェリックを見て思い出していたら、ワイパーさんがどこからか、まあ、現行の、ね、ものを仕入れてきていただいて、で、売っていたのでちょっと思わず懐かしくなって買ってました。ただまあ色がね、茶色と、パープルとあと緑だったかな、さすがにねちょっとね、原色系、本当白があるとね、使いやすかったんですけど、ちょっと原色系ばっかりで使いにくいなと思ったんですけど、まあブラウンならねいろんなものに合わせられるし、今持っているあれですね、オリーブ系のね、オリーブドラブ系の、ウェアとか、あとは、カーキ系のね、チノパンとか、あの辺と合わせてもまあ無難にいけるだろうということで、まずこの色を買ってみました。じゃあね、ちょっとディテール見てみきましょう。首はハイネック、このまま着てもいいですし、まあちょっと僕みたくね、デブで、顎下にいっぱい肉がついてタプンタプンの、安西先生ほどじゃないんですけどね、首がないような人の場合はこうやって折ってね着ても、いいかと思いますね。でタグがこんな、なんかドループサポートとかっていう、なんかこんなあれになってるんですね。一応コントラクトナンバーとかがあるので、これは何 SPM1C1 の13のリードが2013年のことなのかな。
で最初はまあエクストラライズですね。で、自分と記憶が間違ってたらあれなんですけど、確かね古いモデルはこう裾はこうじゃなかったはずなんですよね。タックインした時に背中からベロッと出ないようにね、後ろから出ないようにこれ後ろが長く作られているものなんですけれども、僕の記憶が間違ってなければ80年代後半に、まあ、中田商店とかで売られていたものは確か普通にスクエアだったような気もするんですよね。ちょっとねこの辺は微妙、うる覚えなんで何とも言えないんですけど、確かそんな気がします。で、生地は先ほども言ったように少しヘビーウェイトめのコットンでザラッとしてる。なんかね、映画を見る限りね、結構テカテカしてるようにも思えたんですけど、意外と普通の、最近の、T シャツですね、空防止って言われる、空気でバーッとこうね、寄った、オープンエンド、そうですね、オープンエンド紙っていうふうに言われる、皆さんが USA コットンだってよく言うドライでザラッとした、タッチの、コットンの糸を使った、まあメリアスを使った素材になってますね。で長袖で、袖にはちゃんとこれリブがついてます。まあ丸胴ではないサイドで縫い付けているロング T シャツのハイネック版というふうに思っていただければいいですかね。で、こういう裾がね、後ろがこういうふうになってると。で、今見る感じだと結構長いかな。やっぱりタックインを前提として作られてるから身幅の割に着丈が長い。まあおそらくこのぐらいまでね、もう軍パンの中に入れることを想定されてるんでしょうね。で実は僕はだからこういうね、やつに、G1 を着てでバイクに乗ってたんですよ。その頃をねちょっと懐かしいなと思いつつ思い出してちょっと買ってみました。できればねワイパーさん白とかねもう少しおっさんでも使いやすい色、まあこのねブラウンは使いやすいんですけど、その他としては白、そちらをねなんとかゲットしていただけたらななんて思いますね。そしたらまた買っちゃうかもしれませんけど、あとはまあもしねあればユーズドでこうステンシルなんかがついてるやつなんかあったりするとね、 VFA なんとかとかね、そういうのがあったりするとまあ嬉しいかななんて思ったりもするんですけど、動画でリクエストしておきたいなと思います。ということでちょっとクソ暑いんですけどこれ着てみますかね。さあで大丈夫かな、 XL だけどピタピタにならなきゃいいんですけどね。ちょっとまあ着てみたいと思います。もう少しね昔の自分の記憶の中に残っている昔の80年代のタイプとの違いっていうのを、見てみたいというか、思い出してみたいなと思うんですけど、一番ね大きいのはねこのタグなんですよ。今はねこんな普通の T シャツみたいなこんなちっちゃなタグになってますけれども、昔はここに M65 とかと変わんないような大きなねタグがついてたんですよね、大きな。で、42R とかそういうサイズの表記
だったと思います、ラージとかエクストララージとかそういう表示じゃなかったと思うんですよね。コントラクトナンバーとかも全部書かれた大きなタグがここに縫い付けられていて、でここにこういう風にねミシンの背後にこうミシンの跡があった。これがまあ違いかな。素材はまあこんな感じなんですけど、ザラッとしたコットン100なんですけど、もっとなんかね品質が低いザラザラしたような印象だったかな。あれ偽物だったのかな。いやでもそんなことないと思うんだよな。うん、で、この辺はこんなにしっかりしてたかな。この辺も全部あのディテールはあんま変わらないかな。でさっきも言いました通り、裾が本当こう後ろがロングになって普通にまっすぐだったような気もします。長かったのは長かった気はしますけどね。やっぱりあのタックイン前提なので、そうなると思うんですけど、長い、ものだった記憶がありますね。であと首の締め付けも、そんなにきつくなく、タートルネックのセーターのようなねピタッとするんではなくて、結構ねあのゆるゆるっていう感じだったと思うんですけども、ただね、自分が買ったのがちっちゃかったのか、それともまあその当時のフィット感がそうだったのか、まあ、トップガンの36年前の映画とマーヴェリックを比べてもらって、その実際の広範囲の人たちが着ている服のフィット具合なんかを見てもらっても分かるんですけど、80年代の広範囲の方たちが着ているこのジャージの方がこう体にピタッとフィットしていて、あんまりバタバタなびいてなかったなっていう記憶がありますね。うん、で、なんでね G1 とこれを合わせたかっていうと、ね、36年前の方の最初のトップガンの最後の最後だったと思うんですよね。まあミグをやっつけて、起動するマーヴェリックとアイスマンで、その2人がね、なんて言うんでしょう、まあ、いつもマーヴェリックのいつものごとく、うん、あの完成に挨拶したいとかって言い出して悪乗りして、であの空母の環境の前で、ソニックブームですよね、音速を超えてドカーンってやらかした時に、環境に乗ってた、まあ、士官の人ですね。 G1 って基本士官の人しか着れないんで、士官の人が G1 の下に確か白のこいつを着てたような記憶があって、で、それでそれにがかっこいいなと思って、買ったんですよね。うん、でクーパー当時ね、クーパーの、G1 がまあ実物を収めてるというか、まあ、実物の中で一番その、お求めやすい価格だったっていうのもあるんですけどね。ちゃんとあのゴールドスキンで、前立ての部分のこのこうなファスナーのね裏側の前立てのこう支える部分に USN ってちゃんとパンチングされていて、中はあの先ほど言ったそのこのねあのタグ、あの白で黒、白地で黒い印字でコントラクトナンバーとサイズ 42R って書いてあったね、うん、クーパーのやつを買いました。当時ねそういった情報っていうのが、今だとねセカンドとかいろんなこうアメカジ系の雑誌、うん、ありますよね、ライトニングだとか、まあ、所さんがのところでやってデートナーとかね、アメカジに関するような情報がいっぱい、取れたと思うんですけど、当時ねフライトジャケットの情報を取るにはね、今でもまあ続いてますけどモノマガジンぐらいしかなかったんですよ。で、そのモノマガジンを買いまして、っていうかまあ買うお金もなかったからよく立ち読みしてたんですけど本屋さんで、いろいろ調べたらクーパーのやつが、まあ、本物でかつ一番お求めやすい価格だと。でどこで売ってるんだろうっていろいろ見てたら、当時ね御徒町の駅を降りてすぐアメ横に入る入り口の反対側に、まあ、今でもあるもちろんあるっていうか、もう本当に老舗のデパート、松屋いつもこんがらがっちゃうんですけど、御徒町のデパートがありまして、でそこの、ちょっとね奇妙な作りで中2階みたいなところに、フロアがこうちゃんと売る販売のフロアがなんか中2階みたいなところにあって、でそこにモノマガジンがアンテナショップ出してたんですよ、モノショップっていう。でそこに雑誌に掲載された革ジャンであるとか、そういう
当時だとミリタリーウォッチであればジンとかね、うん、ドイツのジンとかその辺こう結構モノマガジンがフューチャーしていた時計であるとかアイテムがこう陳列されて売られていたんですけども、そこでね、クーパーの 42R の G1 を買いましたね、うん、で、中のやつはこの、シャツについてはどこで買ったっけな、中田で買ったのか、そのモノマガジンのところで買ったのかちょっとね、記憶が曖昧なんですけども買いました。まあ、今はねそのモノショップとかもないですし、他でねいっぱい情報は取れますし、なんだったらネットからでも取れますし、購入はねもうワイパーさんとかで買えばもういいので、本当昔に比べて情報は簡単に手に入るし、欲しいものはすぐ見つかるし手に入るし、うん、いい時代になったなというふうに思いますね。本当昔はねそういう情報を探ったり探したり、見つけたりするのがね大変だったんですよ、うん、なんてね昔話をしていましたが、これがその昔懐かしくて思いついて買った理由でございます。今回の動画いかがでしたでしょうか。今回は、なんて言ったらいいんでしたっけこれワイパーさんで購入したアメリカの米軍の、空母の甲板員が着ている、タートルネックのシャツですね。通称レインボーギャングって言われている人たちが作業の時に着ている、タートルネックのロング T シャツ、をご紹介いたしました。ドラクチャンネルでねこういったミリタリーアイテムだったりアメリカ人に関するアイテムであったり、あとはこういった70年代のフィルムの時代のオールドレンズを使ったオールドレンズ遊びであったり、キャンプであったりドライブであったり食べ歩きであったり、大人のね、男性の方の興味を持っていただけるような趣味の動画を配信しております。もしご興味ございましたらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ドラクでした。